あっちにぬいぐるみのショップなら。この羊さん何者？ん？ああ、この百貨店のマスコットよ。ほらあれ、羊毛の商売から始まったからなんだって。かわいい。アーニャこれ買う。キーホルダー？アーニャちゃんってほんとガキっぽいわね。ベッキーとお買い物に来た記念。二人で死を乗り越えた証。じゃあ私も。いいかベッキー、財閥の娘として一流のものしか身につけてはならんぞ。はい、ベッキーの分も買ってきた。いつの間に？あんやってばお姉さん。でも、お友達のご好意を無下にしてはブラックベルの名折れですね。旦那様もきっとそうおっしゃいます。仕方ないわね。恥ずかしいけどもらってあげるわ。ありがとう。ベッキーも積んでる。てか今日なんで買い物来たんだっけ？忘れた。まあいいや、帰ろっか。お前未来わかる？戦争はもう運されたアーニャさんに。結婚はまだ早いです。未来は変えられる。帰ったらお説教ですからね。お前らの計画はおしまいだ。